オクマン長者合宿シリーズのの動画をご覧の皆様こんにちは今回はスクールウォーズ・ヒーローというね、この映画を題材にお送りしたわけなんですけども、この映画ね、昔あったスクールウォーズのなんか総集編みたいな、リメイク版みたいな感じなんですけども、まあよく作り込まれてましてね、素晴らしいなと思いました。この動画を見たときに私はね、この動画を 見てほしい人に URL リンクを送ったんですよ。そしたらその方もすぐ見ていただいて、まあ吉谷さんなんですけどもね、やっぱりね、号泣していただいたと。あやっぱり心震えるもんがあるなと思いましたんで、スクールオーズヒーロー、これね、検索して見ていただきたいと思います。あの、庄英さんが出ていらっしゃって、最近の映画ではないかなと思います。あの、ラグビーの映画なんですけども、ラグビーのルールなんて知らなくても、全然楽しめますんでね、ものすごく心が熱くなる学園ドラマかなと思います。なかなかこういうドラマね、最近はないんじゃないかなと思いますよね。さあ、それでですね、私 私たちは情報発信をする上で情報をインプットするところをインターネット上に求めがちなんですけども実はですね最強のインプット先っていうのは NHK なんですよ。NHK のの放送っててはとても的確でそういうところから情報を得る時に NHK なんてみんな見てんじゃないのって言いますけども見てないんですよ。 NHK どころかテレビを見てないわけですからテレビも見てないんでテレビからの情報収集をインターネット上にアップロードするのがまあ素晴らしい方法だと思いますなぜならテレビのうう番組制作会社ってインターネットを使ってそうそう相当ですね練り込んだ作品を作ってきてそれを大手テレビ会社にオッケーもらって出してるかなりの強敵メディアなんですよインターネットでいくらね放送してても YouTube でいくら放送しててもかなわないですよねインターネットの動画放送の大半がですねテレビからのコピーででき ってるっていう事実をご存知の方も多いと思うんですけどもということはテレビをネタにした自分なりの解釈をお届けした方がネタの収集には困らないし自分がもっともっとに、ね、際立つ方法であるんではないかなと私は思うんで毎日 NHK NH を見ててから情報収集しております特にね最近は NHK に受信料払わないとか NHK を見ないっていう運動があるでしょ。NHK っていう言葉がむちゃくちゃゃくフックすするんですよ いやー、このね、みんなが NHK を批判するからこそ NHK の応援をするというね、この切り口でございます。で、今回は吉谷さんからの動画をねえ、2本を1本にするみたいなことをやってるんですけども、これ実はね、工夫の力なんですよ。NHK とはちょっと話が外れますけども、今回は吉谷さんから3本の動画を送っていただいたものを1本にまとめて返信するという形にしてます。実はですね、でもね、逆もできるんですよ。 例えばノーリミットって本がありますよね。ローミリミットっていう登山家の本があるんですけども、その本の表紙を見ただけ、もしくはその本を読みましたというね、レビューをいただ,けい,ただいただけで、私は10個ぐらいの分割、いや、100個でもいいですよ。100個ぐらいの 解釈に分割して、また動画を発信することができるんですよ。要するに、一つの動画から100個も作れる。100個の動画を一つにもまとめられる。これがコンテンツを量産したり、コンテンツを収縮したりするための工夫なんですよね。で、情報発信者っていうのは慣れていくと、こういうことができるようになってくるんですよ。で、今回ね、いろんなことを申し上げましたけども、何が言いたいかっていうと、やっぱり吉谷さんはすごいなというところなんですよ。そしてね、あの、深い友情すら感じます。 で私はね、あのー、自分が46年生きてきて、その46年っていうのは叩きつけて毎日生きてるわけなんですよ。だから相当誰にも負けないぞとか、自分が全員に勝てるわけないけども、勝てないまでも負けないぞって常に思ってるんですよね。で、吉田さんに関しましてはね、やっぱりね、もう恐怖を感じますね。どっちからかというと。すごく難しい状況の中で、やってのけるというね。で、そのやってのける動画をね、40本とか送ってくるわけですよ。私の30本の動画に対して40本ガーンと。で、そこに、 やっぱりね通ずるものって何かっていうと私もですねこの作業が仕事をしながらとか他のこともやりながらっていうのはやっぱ大変だろうなと思いながらも送っていくんですよでそれが帰ってくる時にどのぐらいの工夫をしたのかなっていうことを考えるんですよそこがねもうあこの若者は恐怖だなと思うんですよね若者って言ってももう40近い <laughs> 吉谷さんなんで若くはないと思いますけどもそれでもね私は自分よりも10も下の人間にここまでね あの、押されるかと思うと、まだまだね、楽しみだな、この国。この吉谷さんが私の年齢10年先になった時には、ものすごく大きなね、ムーブメントをこの国に起こしてるんではないかなと思います。そして、吉谷さんとの私の付き合いっていうのは、10年どころか15年先まで、えー、一緒にいることが、ほぼね、約束されてるんではないかなと思います。<laughs> 2034フェスですよね。こちらの方もね、粛々と進めてまいりました。えっ、ー、と、例のね、車、例の車の、うん、納品先で、でえっ、ー、とね、 まあ発注先の方が昨日も連絡くださいました。車検を取りました。何々をつけました。こういう風にしました。感動しますね。わあ、育ってるなと思いました。私の場合はフルカスタムの車なんですけども、フルカスタムな上に2ヶ月のカスタムをプラスしてるんですよね。まあ相当なね、資金投入ですけども、今回ねあの、日本で一番の、日本で一番のマニアになろうかと思います。やっぱり何かをする上では もう飛び込みの分野でも一番ですよ。私ずっと車がなかったわけなんですよ。で、乗ってた車はずーっとセルシオですよ。全く関係ないジャンルの車に今回入っていきますけども、まあでもね、えー、ポットでの、その、まあ、何、自称カーマニアうん、カーマニアでもないですけども、もう R34 のこともね、結構ね、リサーチしてきました。すごい車です、あれも。R34 はね、どっちかっていうと骨董品とか芸術品ですよね。うん うん、フェラーリと並んでも全然おかしくないですよね。いやいや、ある意味ね、フェラーリに隠れた名車じゃないですかね。うん、で、R34 ってのは日本を磨きって世界にマーケットを移した車とも言われてるんですよ。日本人に対してはもうね、R34、うん、もういいよ日本人は。と 分かる価値の人のところに行くよって感じで海外にどん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 出ちゃってるんですよね。まあ、今回話長くなりましたけどもあの吉田さんがどのぐらいの作業をしてどのぐらいのことをやってるのかってことは私も同じようなことをやってるから分かります。すごく共感します。例えて言えばあのラグビーのねスクールウォーズの話に戻りますけどもあのスクールウォーズの川浜高校ってのが強豪にぶち当たるんですよ。 強豪にぶち当たった時にそこが強いってことを実感する時に自分たちの練習量がどれだけ足りなかったのかで自分が練習すればするほどあの相手のチームが強ければあお俺たちと同じような練習をしてるんだなこいつはってことであの敬意を捧げられる敵に向かって敬意を捧げられるとそれがなんかねすごく感動するところではないかなと思うんですよねうんまあスクロー,ーズの感動ポイントたくさんあるんで是非ね映画の方を YouTube で検索して見てみてくださいスクロー,ーズヒーローでした